はい、今回ですけども、今回のね、18時のトムの動画は、今週のシプリームの新作アイテムで、おすすめアイテムを紹介したいと思います。はい、ということでやってきましたね。はい、もう毎週恒例になってるんですけども、今週のね、土曜日に発売されるシプリームの新作アイテムがね、もうね、ネットではもう、リークがされてるので、ちょっとそこをね、そこから、おすすめアイテムをね、僕が思うおすすめアイテムを何点か紹介していきたいと思うんでね、今週はね、結構ね、ありましたね。うん。思った以上に。うん。僕ね、まあ、いつもね、正直にレビューしてるじゃないですか。もうない時はもうない。で、ある時は、まあ、あったとしても、もう本当に何 ?1 点の時もあるし、2点の時もあるみたいな感じで、他の YouTuber はね、忖度しまくってるんですけど、僕はマジで忖度なしでね、もうぶった切ってるんで、でもね、今週はね、意外とありました。うん、結構。だから、まあ、そのアイテムをね、紹介していきたいと思うんでね、ぜひ最後までご視聴お願いします。ということで、じゃあ早速ね、今から、シプリームの、今週のシプリームの新作、おすすめアイテムで、紹介していきたいと思うんでね、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、というね、まず1点目なんですけど、こちらです。はい、これはマラドーナのサッカー T シャツですね。はい、これが発売されるということで、このタイミングでマラドーナってないけどね。前もさ、なんかマラドーナさ、あったよね。うん、でもこのタイミングでね、またマラドーナが出てくるということで。まあ、僕ね、サッカーやってたのはね、多分知ってると思うんですけど、もうやっぱりサッカーしてた人々には、もうね、これは刺さるんじゃないですか。うん。なんていうんですか、ファッションで着なかったとしても、マラドーナだから買おうみたいな。うん。多分それはあると思うんですよ。うん。まあでもね、サッカーやってたからこそ別に着ないけど買おうっていうのは、これはね、別にね、ここのブランドだから買おうとかっていう、そういうね、クソみたいな考えじゃないですよ、うん。このブランドだから、まあ別にかっこいいとは思わないけど、ブランドだから買おうみたいな。そういうのとは違って、もうそういう、なんていうんですか、うん、サッカーだから買おうっていうのは、まあそういうね、ブランドだから買おうっていうのとはちょっと違うんで、うん、買い方的にはね。気持ちはちょっと同じ、似てるかもしれないけど、まあなんていうんですかね、そういうブランドだから買おうみたいな、そういうゴミみたいな発想じゃないんで。これはね、だからそういうのはいいと思います、全然。これはだから別に着ないけど買うっていうのは全然ありだと思います。うん、記念にね、飾るとかで。うん、僕もね、だからこれは結構ね、買おうかなと思ってますね。でもね、これをね、ファッションに取り入れるのはちょっと難しいかもしれない。うん、だから、本当に記念に、そう、部屋に飾ったりとか、うん、僕もね、本当に今、実家とかではね、僕の、小学校の時に、サッカーの、プロサッカー選手のユニフォームとかあるじゃないですか。そういうのを買って飾ってたりとかあるんで、そういうのと同じ感覚で部屋に飾ったりね。うん、だからそういうので買ってもいいかなと思いますけどね。まあ、別にファッションの時できるのも全然いいと思うんですけど、ちょっと難しいと思います、これは。はい。でね、なんかマラドーナのね、サインとかも入ったりしてね。うん、いいっすね。はい。じゃあこれが1点目ということで、じゃあ次、2点目いきたいと思います。はい、次2点目なんですけども、こちらです。これはナイロンカーゴパンツですね。はい、ナイロンカーゴパンツ。はい。まあね、これはね、僕のね、本当に好き嫌いになってしまうんですけど、本当に僕はね、ナイロンパンツっていうのがね、もう大好きですね。はい。まあこういったね、ちょっと感じの、まあカーゴっぽくなってる感じのナイロンパンツもありますし、まあ、普通にね、普通のナイロンパンツもありますし、と僕はね、本当にナイロンパンツっていうのがね、好きなんですよね。うん、まあデニムっていうよりかナイロン生地のパンツっていうの。だからまあ僕が持ってる X ガールのトラックパンツとかもあれはね、ナイロンパンツだし、古着屋で買ったナイロンパンツもね、あれも気に入ってるし。だからそういう感じで僕のね、好き嫌いになってしまうんですけど、これは、はい、もう僕はもう大好きですね、こういうパンツは。はい。で、ちょっとね、こうやって白のラインとかがね、入ってる、縫い目みたいな感じで入ってるのも、まあちょっとオシャレかなと思うし、うん、これはね、でもね、使いやすいんじゃないですかね。うん、なんか、ナイロンパンツってね、なんか、使いにくいっていう印象がね、多分みんなあると思うんですけど、着こなせたらね、マジで最強のアイテムだと思いますよ。やっぱり、みんなが履いてないからこそ、飛び抜けれる。そう。うん、だから、これを極めたら、結構ね、すごいおしゃれになれるかなと思うんですけど、まあでも難しいですけどね、やっぱりデニムとかとは違って。うん。だから、テック系とかに合わせたらさ、一番無難かなと思うんですけど、まあ、テック系で合わせたら結構まあいろんな人いるんで、そこをあえてテック系じゃなくて違うところで見せ方を変えたりとかしておしゃれに見せると、うん、レベルアップするんじゃないですか。周りよりね、飛び抜けれるかなと思うんですけど、うん、まあでもこれが一番無難になれるかな。うん、なんか4色ぐらいあってオレンジとかもあったんですけど、まあ、この紺が一番無難なのかなとは思ってますね。はい、まあでも僕は紺持ってるんで、
まあこれじゃないですけどね、うん、こう思ってるんで、まあオレンジとか行ってみようかなともちょっと思ったりもしますね、うん、まあ難しいですけど、まあね、いろいろ買ってみて、買ってから思いつくこともあるんでね、はい、まあこれが2点目のねおすすめアイテムということで、じゃあ次、ラスト3点目いきたいと思います。はい、というね、ラスト3点目これです。これは、ジャケットですね。レザージャケットです。はい、これがね、今週のシュプリームで一番の目玉となる商品かなと思うんですけど、まあ値段的にもこれが一番高いですし、うん、まあこのレザージャケットっていうね、そのアイテム自体も、うん、一番なんですか、まああの争奪戦になるアイテムというか、まあ、そういうアイテムかなと思うんですけど、はい、まあこれね、はい、ブラウン系のレザージャケットで、まあ、腕のところにね、なんかこういう風に点々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 点点ってね入ってて、で、胸元にもロゴが入ってて、まああのポッケもあってみたいな感じで、はい、まあ、これにフードがついてたらもう完璧なんですけど、僕からしたらね、フードがついてなくても、まあ、かっこいいかなと思いますね、うん、まあ、これからの時期ね、このレザージャケット、分厚いレザージャケット着たら暑いとは思うんで、まあ、あの来年の冬とかに取っといて、着るとか、そう、そういうのでもいいと思うんで、まあ、これは結構買ってもいいんじゃないかっていうぐらいかっこいいですね。まあ、値段がね、確か20万ぐらいするんですよ、見た感じ。だから値段はめっちゃ高いんだけど、まあ、でもシュプリームのレザージャケットってたらそんなもんか、まあ大体ね。だし色もね全然合わせやすいから、もう本当にレザーの茶色い、あの何、茶色でも一色のレザージャケットなんで、まあ何でもか何でも合わせやすいんじゃないかなと思うんですね。カーキでも合うし、カーキのカーゴパンツとかに合わせたらかっこいいんじゃないですか。まあブラックのデニムでもいいし、普通のデニムでもいいし、うん、全然これは合わせやすいし、もう一生もんで使えるかなと思うんで、うん、まあいいっすね、はい、でね、なんか手首とかね、この丈の部分もキュッとなってる感じで、うん、まあそこを生かして、ワイドデニムだったり、うん、履いてみたらシルエットも良くなるかなと思うんで、これもね、まあ、おすすめかなと思いますね。まあただ値段が高いんですけどね、だそこは皆さんね、自分のね、金銭感覚というか金銭事情と、相談して買ってもらえたらなと思いますね。はい、でじゃあ次、これでね、3点目以上となるんで、もう次はないか、3点です。今回はこの3点がおすすめアイテムです。ということで、じゃあ、おすすめアイテム紹介を終えたいと思います。はい、でね、今回の動画はね、シュプリーム、今週のシュプリームのおすすめアイテム紹介ということで、今回はね3点挙げさせてもらったんですけども、はい、まあね、最近ね、本当におすすめアイテムないですとか、おすすめアイテム今回は1点だけですとか、そういう感じだったんですけど、久しぶりにね3点もね、おすすめアイテムで紹介できましたね、うん、まあそれ以外はぶっちゃけね、うん、まあおすすめではないというか、別にそこまで買う必要もないというか、そんなにかっこよくはないなと僕は思ったんで、はい、まあ、ほんまに本音なんでね、これは、うん、マジで僕はね忖度なしなんで、ガチで他の動画を見てもらえたら分かるんですけど、だから、まあ、今回はこの3点おすすめかなと思いますね。まあ個人的に一番あの3点の中でも、いや熱いなと思うのは、あのマラドーナの T シャツ、あれはやっぱりこのサッカーやってたからこそもそうだし、いろんな感情含めてあれはすごい、僕からしてもいやー来たなっていう。しかもマラドーナのサインがここら辺に入ってたからね、まあ直筆ではないと思うんだけど、普通にそういう直筆ではないけど、まあちょっとかっこいいやん、そういうのも、うん、やっぱり男のロマンやそういうのって。だから僕からしたらあの T シャツは結構熱いね、うん、もしかしたら俺あれ買うかもしれない、うん、着るか分かんないけど、うん、飾ったりとかね、はい、そんな感じで、じゃあ、ね、今回も、今週のおすすめシュプリームのおすすめアイテム紹介ね、新作ねやってたんでね、まあオンラインがリークオンラインでね発売されるのが土曜日なんで、まあ時間まであると思うんでね、皆さんねこの動画を参考にしてもらって、自分でね欲しいもの決めたりとかしてもらえたらなと思うんで、はい、じゃあその中でね、今回のね、シュプリームおすすめアイテム紹介を終えたいと思うんでね、じゃあね次は、今日はね2本目の21の動画、そして3本目の21の動画、あとね2本今日あるんで、ぜひぜひ、ね、そちらもご視聴お願いしますということで、じゃあ今度は終えたいと思います。ありがとうございます。